金はじめは、大韓民国、ソウル特別市出身のプロサッカー選手。K リーグ、全北現代モータース所属。ポジションはミッドフィールダー。韓国代表。2010年、韓国の公益大学を中退して、J リーグセレッソ大阪に加入することが内定していたが、新大阪の A 契約外国人枠がすべて埋まっていたために、新大阪と契約を交わした上で当時、 J2 の大分トリニータに期限付き移籍した。大分では背番号10を背負い、開幕後5試合で6得点を挙げるなど、序盤戦において、全評判通りの活躍を見せる。同年6月に FIFA ワールドカップ南アフリカ大会に出場する韓国代表のメンバーに選出された。代表中最年少での選出で、大分からのクラブ史上初の W 杯登録選手と、 なったが、試合に出場することはなかった。W 杯より、チームに復帰して、以降は2ゴールに終わりやや不本意な結果となった。2011年より、期限付き移籍を満了して、新大阪に復帰。以後、中心選手として活躍し、2012年シーズンには、ロンドンオリンピック参加により、チームを離れる7月までで15試合7得点を、記録し、 得点ランキングの上位にも名を連ねた。アジアカップ2011、FIFA ワールドカップ、ブラジル大会のアジア地区予選でも継続して、韓国代表に招集され続けている。2012年6月12日、四次予選のレバノン戦で代表 A マッチ初ゴールを含む2得点を挙げ、勝利に貢献した。韓国代表でキャプテンを務めた、には、自らの後継者として、 名前が挙げられている。2012年7月27日、カーディフシティ FC への完全移籍が発表された。2014FIFA ワールドカップの韓国代表に選ばれ、グループリーグで2試合途中出場した。2015年1月、双方合意の下で、カーディフシティとの契約を解除した。翌月6日、ウィガンアスレティック FC とシーズン終了までの契約を結んだ。 2015年7月、ウィガンアスレティック FC との契約を解除。8月に、松本山が FC の練習に参加。9月に契約を結び3年ぶりに J リーグ復帰。同年末に契約満了により退団。2016年、韓国、K リーグクラシックの全北現代モータースへ完全一席。プロ入り来発の母国リーグでのプレイとなった。 2017年6月、J リーグ柏レイソルへ完全一席。2019年、ウルサン現代 FC に期限付き一席。主力として、リーグ戦35試合に出場し13得点を記録。2019シーズンの K リーグ年間 MVP に輝いた。同年のアフリーマイナス1サッカー選手権にも10番を背負い出場。2020年、 全北現代モータースへ復帰した。ありがとうございます。